どうもこんにちは、 J リーグおきばりチャンネルのハリポーです。本日やっていくのは J1 リーグ第5節横浜 F マリノス VS サガン鳥栖の振り返りを行っていきたいと思います。今回は極寒の三ツ沢で雨に打たれ続けましたが、無事風邪をひかずに乗り切りました。私ハリポーを中心に早見夜で行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。このチャンネルでは推しクラブの解説をメインに、他クラブファンの目線からガイガイ言いつつ楽しむ動画ですので、マリノスを愛する方ももちろんそうでない方もぜひ一緒に楽しんでいきましょう。マリノスは 4-2-1-3、 怪我人に加え新型コロナの陽性者が4人、これいずれも無症状とのことですが、出てしまったということで、なかなか苦しい台所事情だったかなと思います。左ウィングには小池裕太が先発、そして我らがキャプテン木田が早速スタメンで復帰となりました。そしてベンチには池田とラウターラが初のベンチ入りとなりました。これでリーグ7戦目にして早くもフィールドプレイヤーは1人を除いて全員がメンバー入りを果たしました。フルス対戦となる高岡は先発でしたが、水沼とエドワルドはメンバー外となりました。一方鳥栖は 3-4-2-1、ディフェンスラインに欠場者が多く、ファン速攻島川に代わり田代、中野真也が入りました。またセンターフォワードにはこちら宮代が入っております。こちらもフルス対戦となるパクイリグが先発、守屋と小野裕二がサブに入りました。両チームともフルス対戦が多いゲームとなりましたが、小池裕太といいのは新潟ユースの同期、角田と菊池は浦和ジュニアユースの同期で、そして木田と小泉がマリノスジュニアユース時代の先輩後輩と、接点のある選手同士のマッチアップも随所に見られる、過去の選手にとっても思い入れのある一戦となったのではないでしょうか。なんか昔のチームメイトと対戦するのいいなって、勝手に羨ましいなとは思うんですけれども、なんかそういう、俺はあんま経験多くないんだけど、みんなはどうかな、なんか対戦するってなったら意識するのかな。たまに高校の後輩とかが別の大学のチームとかにいたら、なんか結構嬉しい気持ちにはなるよね。わかるわかる、なんかしみじみするというか、試合始まると全然そう気にしてらんないけど、改めて見返してたり見ると、なんかこういうのいいなとは思う。なんか普通にもうなんかサッカーやってるんだ、まだちゃんと続けてるんやなみたいな感じを思うだけで、結構なんか共感というか嬉しいみたいな気持ちにはなるぐらいの感じだ。そうです、だんだん年が経ってくるとそもそもサッカーを続けてる人が少なくなってきちゃうから、そういう意味でもなんか思い入れは大きくなるかもしれない。試合としては一日中雨も降り続く中でのキックオフとなりました。前半の始めは中盤の一部が水たまりとなっていたものの、まだかろうじてボールは回せる展開だったかなと思います。ただマリノスのプレスがなかなかはまらず、鳥栖のビルドアップには苦戦している印象を受けました。またこの福田小泉のダブルボランチをはじめとした鳥栖の選手の運動量が非常に豊富で、かつしっかり仕込まれたビルドアップなど、毎年のように選手の入れ替わりが多い中、しっかりと組織的なサッカーを実行するっていうのは本当にすごいなとは思いました。前半一番の決定機は木田のミドル、これはパギさんがファインセーブということで、2018シーズン、アウェーの名古屋戦のダイビングヘッド以来のゴールならずというところで、また次節以降に期待したいなと思います。前半の中頃以降からはかなり足元も重くなって、つなぐのはかなり難しい状況ということになりました。後半はさらに雨足が強まり、田んぼサッカーのような状態と、両チームとも大チャンスとなるようなシーンはなく、結局スコアレスドローで試合終了。ボールを大事にして、昨年も内容も伴った面白い試合展開だっただけに、この悪天候が悔やまれるかなといったところですね。7月の鳥栖での対戦時には、お互いいい状態でやり合えることに期待したいなと思います。はい、というわけで、数年に1回あるかないかの悪天候の中行われたこの一戦でしたが、正直ボード使ってシーン解説できるところがないというか、しかもよりによって、この日に限って屋根のない三ツ沢と、両サポーターにとっても、なかなか試練となる一戦でしたねというところで、ただこうしたピッチでは頭をクリアにして、いかに割り切れるかが大事になってきますが、チーム全体で見ると、この割り切りって面では鳥栖の方が早かったのかなとは思います。
まあ、あとは個人で見ると途中から入った藤田ジョエルチマなんかは、まあ、ボールの落としどころやキックの質の選択などが面白いなとは感じたので、まあ、展開によってやり方を瞬時に変えられる、まあ、賢さっていうのも見ることができました。まあ、みんなも中高だったらこういった、まあ、土とかでも田んぼのようなピッチでサッカーやってたと思うけど、まあ、これやりにくいなとか、こういうこと意識してたなとか、まあ、そういうことあればちょっと教えてほしいなと思うんですけど、なんかありますか？大きく蹴って走る。もうそれ言えばいい。下手なこと考えないっていうのが一番大事よ。そうじゃね、普通に土の田んぼのサッカーはどうしようもない気がする。あれよね、あの俺らはそう弱小校だったから、あの力の差を埋められるっていう意味では意外とありがたかったけど。わかる。俺だってなんか強豪校と試合するってなって、自分たちのグラウンドで試合するって時にめちゃくちゃ水撒いたろかって話を一回本気でしたことあったもん。土なのに撒いてやろうかって晴れてんのにみたいな。そうそうそうそれちょっと面白い。だってボールも蹴りにくいし、なんだろう、普通に蹴ろうといつもの蹴り方だったら飛ばないしっていうところで、なんだろう、うまく擦り上げるとか、まあ、そういったところでもまあ工夫しなきゃいけないから、まあ、神経はすごい使うから、なんか頭も疲れる。試合後の疲労感みたいなのはなんかすごいあった気がするな。そうだね、確かに。ユニも重くなるしね、雨で。そう、最初の試合前の話し合いで白ユニを引かないっていう。掃除大変、あ、掃除大変、洗濯大変だもんね。そうそうそう、一回あったな。どっちもうちも赤で相手も赤で、結局コイントスかなんかでやって、うち白になってもう終わったみたいな。最悪やみたいな。ほんまにな、ほんとどうにかしてほしいわと思います。やっぱ高校サッカーとかだとトーナメントで連戦だから、後ろにずらせないからやるしかない、と無理やり再開する感じがあったからやらざるを得んかったけど、でもそう、見てる以上にあれはボール蹴りづらいっていうのが一番ね。あとはどこでボール止まるか分かんないから、準備してても急にうってなるから、そういうふうに守ってる側だと、なんだろう、攻めてる方はとにかく突っ込めばいいみたいな感じだけど、守ってる方はちょっと後ろ下がってもう一回前出なきゃいけないとか、なんかそういうなんか調整が難しいから、見てる以上に選手やってる側の難しさはあるかもしれない。なんかマリノスは怪我明けの選手とかも結構いたと思うけど、本当に怪我なくてよかったねって感じだね。マルコスがちょっと怪我で交代しちゃったけど、でも、まあ、歩いてピッチは出てたから、そんなに重傷ではなさそうなのがまあ救いだった。スライディング遅れてなんか大怪我するとか、まあ、そういうのが両チームともなかったっていうのが、この試合一番の収穫だったかな。まあ、本当怪我なく、そういう大怪我がなくてよかったですね。まあ、今回でもあれよね、なんかこんな感じで引き分けになっちゃったけど、マリノスはやっぱりもう安定して勝ってってるから頑張れって感じだな。でも川崎がな、ちょっとちゃんと勝ちを積み重ねてって、早くもちょっと離されつつあるし、あとは鹿島とかが順調に勝ちを重ねてってるから、まあ、この一致状態だったら勝ち点1はもう全然 OK なんだけど、その先を見据えるとやっぱこの先どんどん落とせなくなってくるよねっていうのもあるから、まあ次以降どんどんまた勝ちを積み重ねていってほしいなと思います。さあ、大荒れの天候での試合をなんとか乗り切ったマリノスの続いての試合は、代表ウィークを挟んだ4月2日再びホームゲームでの一戦となります。相手は新監督を招聘し、なかなか調子を上げてきている FC 東京。昨年のような一方的な展開にはならないと思いますが、なんとか得点を重ねて勝利を挙げたいところですね。またこの日はクラブ創設30周年記念試合として開催されるため、様々なイベントも用意されております。記念すべき一戦を勝利で飾れるよう、我々サポーターも一体となって後押ししましょう。こちらの試合も振り返り動画アップ予定ですのでお楽しみに。またこちらのチャンネルでは、他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の解説も行っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。